大和先生は34と教えてあげて。まあでも一旦さ、頬骨さえでかくしまえばちょっと似てくるんじゃないか疑惑が俺の中であるんだよ。おお似てなくない？まあ俺と言われれば俺と言われれば俺、離れすぎ。なんでこいつ、いやいや傾きじゃねえよ、傾きじゃダメ、口角の話で。もちろんタトゥー入ってるじゃん俺。おい、ジュンって入れてよ、おい。ジュンって入れさせてくれ。クソかっこよくない？もうクソかっこよくない？クソかっこよくない？俺頬骨だけは譲れねえんだ。お早くやりてえよ、早くやらせてくれよ。すごいおたふくになっちゃった。大きさちっちゃくして、さすがに。長谷さん、ちょっと、まあ、言われたら、遠くから見たら俺だろ。遠くから見たら俺じゃない？すげえ遠くから見たら、これ俺じゃない？めちゃくちゃ遠くから見たら俺だろ。すっげえ遠くから見たら。これ以上マジでね、難しいと思う。これどう？どうすか？泣きにしもあらず。さあ行こうか。コスチュームはアクセサリーつけるでしょう。こういうアクセサリーなの？ピアスとかじゃねえの？これ試合中は脱いでくれる？入ってくるまでにこれ着て入ってくるまでにこれ着てるってこと？試合中邪魔だな。おい、しかもこれ有料課金すんのかよ、ふざけんな。別にいらねえよ。